わかりました。もういきなりです、ね。Ustream OK、うん。スタート。はい。はい。Ustream YouTube を、ご覧の皆さん、こんにちは。今日はちょっとダブルゲストということで、いろんなイベントの告知がたくさんあります。一応ですね、この後本番始まりますけれども、これ Ustream 動画配信ご覧のお客、皆さんは、リスナーの皆さんは、これ音楽が入りません。でも私はスイッチは切りませんので、ずっと裏話とか、なんか聞いちゃいけないことも喋っちゃうかもしれませんが、一応最後までお楽しみいただきたいと思います。まもなくですね、本番の方をスタートいたします。素人みたい。あって全部入っちゃってるんだけど、それもいいですね、なんか賑やかで、声出してみたい。もうあと5秒からスタートします。あと5秒、これ合ってんの、これ。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。10月の23日金曜日、再放送が10月の24日の土曜日の15時ということで、気になる週末の天気、直美さんお願いします。はい、10月23日金曜日、本日ですね、沖縄本島地方最高気温27度、最低気温23度、雨、そう、降水確率 60%。 あら、はい、10月24日土曜日、沖縄本島地方最高気温29度、最低気温25度、はい、雨のち曇り、降水確率同じく 60%、はい、10月25日、ここは問題だ、日曜日、はい、沖縄本島地方最高気温28度、最低気温24度、はい、曇り、降水確率は 40% に、はい、下がった下がった、昨日50だった。そう、よかったよかった、ほっとしました。いけるいける。台風がちょっと動いて、うん、まあ、雨が抜けるっていう形でしょうね。実はこの子ずっと東京から通ってて、台風を呼ぶ女ということで、はい、あ、そうなんです。違う、この子のいるところ台風になっちゃうんで、今回は熱帯まで下がりました。ご褒私がいるところは台風が、なんか天気悪くて、なんか私がここ来たら東京悪くて、東京帰ったら沖縄がすごい台風になるっていうだけで、うんうん、晴れ女ですから、やめてください、それ。あ、じゃあちょっとまたもっともっと突き返して熱帯低気圧。台風も今回来なかったじゃないですか。そこなんか熱帯低気圧に下がっちゃった、多分消えちゃいましたね。はい、そうです。ということで、ですね、今週、来週、再来週と沖縄本島内ではですね、大きなイベントが各地で開催されるんですが、結構やっぱり野外ものが多いんですよね。そうですね、やっぱりお天気が心配なんですが、祭りとかも。それで私ね、先週末ね、キャンプホスターの、なんだ、ありましたね、なんかコスプレのオタクのイベントだと思って、お姉ちゃんたくさんいるかなと思ってコミケのぞいみたいなのやったんで、それのぞいてきました。そうそうそう。で、私はね、日本のアニメが米軍の人に紹介されるのかと思ったら、完全に米軍の全部ものでしたね。全部アニメの方も全部向こうのもの、あとあれですね、スパイダーマンとかミニオンとかスーパーマンとか、なんかクマみたいのなん、ベアーズの中で、あとなんかなんとかポリスとか、そんなのの着ぐるみがあったりとかですね、アニメポスターもちょっと部屋に貼っといたらやばいなっていうセクシー系のアメリカ系のものもなんかあって、よかったなと、なんかバーに貼ったらいいなっていうような感じのものもたくさん売ってました、はい、それで結構コスプレの米軍の家族やなんかもたくさんいたんですが、僕だからこれで、だから僕直美ちゃんがここでちょっと日本女性みたいに着てったら目立ったかなと思ってたんです。想像してました。似合いそうですね。恐ろしいわ。恐ろしい気持ち悪い。恐ろしいわ。まあでもね、私の目的はポテチを買いに行くことだったんで、はい、ここレイズのポテチ、いろんな種類あるじゃないですか。なんか今回で僕いつもあれじゃないですか、ジミーやなんかに行くと、うんうん、緑色のと黄色を売ってるんだけど、あとオニオンサワーですね。でたまになんかバーベキューの黒いやつがあって、そしたらなんと赤もあって、はい、あとなんかもっとなんかこうギザギザのやつとか、いろんな種類があって、私は何味だったんですか。僕結局チーズ味みたいのがあって、それを買いました。あかんやつやん、一番あかんやつやん。そういろいろあるですね、この種類。ということでやっぱりそのレーズの種類も多くて、さすがアメリカンということでスナック王国でした。ということで今日は時間がないので余計な話しちゃいましたけどね、一応いつもいつも、はい、あと直美ちゃんの方がすいません、今日もそうです、先週からラジオやってる。そうなんですよ、自分で告知しなさい、多分途中で忘れちゃうから今のうち。いつもね忘れてるんですけど、金曜日の8時
FM ニライさんでハッピーフライデーナイトという番組を先週からやってますので、皆さんあの元部でも応援してくださいね。ユーストリームも流れてるんで、そうそう、よかったら、よかったら適当にほろっと聞いてみてください。はい、あの若者のための番組って僕完全に拒否られちゃってる。違いますよ、違いますよ。若者は大人に助けられるものでありまして、あの30歳以上の方聞かない、あのもういい年してこうやって拗ねないで、はい、もうやめてやめて、はい、いいですね、強くて強いですよね。ということでフリーペーパー沖縄ガイドブックやさでおなじみ株式会社青葉沖縄島内庁オムリンこと小村慎一郎と、はい、北谷町育ち西原町在住の直美がお送りいたします。はい、お聞き苦しい点もあろうかと思いますが、60分間最後までお付き合いください。はい、さてですね、今日の野菜さんアンテナの番組内容なんですが、オープニングの後 CM も挟んで、今週の気になる記事、これちょっと軽めにやって、はい、あと今週、ダブルゲストということ で、 そうですね、まずパート1が25日日曜日にね、北谷の野球場前広場で、はい、これ開催されますビールの祭典ですよね、秋のね、見えますかね。でこれ、そうですね、沖縄オクトーバーフェストってことで、ね、この番組でも3週にわたって言ってますよね、はい、楽しみすぎてす、はい、そうですね、ということでね、これ結構中身充実してますんで、あとでじっくりお話を聞きたいと思います、はい、そして間にですね、一回ちょっと仕切りで沖縄のイベントコーナーということで、直美ちゃん、あとあれでしょ、本当はこの番組のそれの今回オクトーバーフェストのことやるのに、そうそう、産業祭りの宣伝はしたくないけど、一応イベント告知はしなきゃいけないので、したくはないこともないですけど、まあやったったらとか言って、はい、でもね、やばいやばい、あれこ、まあいいや、後で話しましょう、その話。そうそうそう、混んでていくの大変です、産業祭り。はい、ということで、あってパート2なんですが、はい、元部長に5月にですよね、オープンしたんですね。はい、5月5日ですね。癒しの、ね、沖縄風のカフェ、はい、ダイニングですか、これ。まあ、カフェですね、喫茶店になりますね。そうですね、はい、あの亜熱帯茶屋オーナーの坂本哲司さんでいいんですか。はい、そうです、はい、こんにちは。こんにちは。はい、ということで、ダブルですが、一応後半ということで、はい、ちょっとね、よろしくお願いします。一応もう話は入ってていただいて結構なんで、よろしくお願いします。はい、今週も、北谷町美浜のど真ん中、北谷メディアセンター内 FM2 台、美浜サテライトスタジオから公開生放送でお送りいたします。はい、はい、まずはちょっとヤサの宣伝ですね、オープニングでフリーペーパー沖縄ガイドブックヤサって言ってましたが、あまりこれ、沖縄の方は知られてないと思いますが、実はこのフリーペーパー、夏は沖縄観光の 70% を占めます。レンタカーを使うお客様、あ、すごい音がしちゃいましたけど、これカメラでこうやって映りますかね。はい、一応こちらの方、遭遇率ナンバーワンのフリーペーパーなんですね。グルメ、マリン体験物など観光のお客様に必要な情報が満載されています。10月から配布を開始してます。 FM 時代のパーソナリティを務めます元ミス沖縄のこれ山田みなみさんが表紙、これが朝40号というふうに出てます。最近ですね、これ、この中のちょっと今日紹介なんですが、最近ちょっと金曜日仕事、今日も来たかったって言ったんですが、仕事を抜け出せないということでラジオにも出てないナッキーさんの店、うるま市のですね、海中道路入り口ベーカリー&カフェゆっくれれ、うん、では今月いっぱい、ハロウィン仕様のですね、パンプキンマフィンを販売しておりますと。でマフィン僕食べたんですが、なんで持ってこなかったんですか。いや、車の中で散らかしちゃったんですけど、一応マフィン自体はしっとりしてて高級マドレーヌみたいな味ですね。あとかぼちゃの種が可愛く乗っていて、中にも歯ごたえあるんで、これ何って聞いたら、かぼちゃの皮を細かく切ったということで、手がかかってますが130円、ちゃんと手作りなんですね。そう、130円ですので、数量限定ですので、これ、電話予約をした方がいいと思います。はい、あとやさクーポンで、お食事の方ドリンクサービスということで、ではこの、沖縄ガイドブックやさの設置場所、直美さん話してください。はい、北谷町ですとビーチタワー、ベッセル、ヒルトン、テラスガーデン、アメリカンモンパ、あとはカーニバルパーク1階で受け取れます。宜野湾ではラグナガーデン、フェストーネ、ムーンオーシャン、那覇空港ではコンベンションビューローカウンター、旅行総合案内所、LCC ターミナル売店専用スタンド、ユイレール各駅、レンタカー営業所30カ所、ホテル、道の駅など、北谷町だけではなく沖縄本島全体で手に入れられます。昨日ね、僕、ハンビーリゾートってホテル、ごめんなさい、知らなくて、今まで初めて行きました。北谷にあるんですね。はい、一応、綺麗なお姉さんが受付に、あれ、社長の娘さんですよ。山田さんが綺麗だとか言ったら、それちょっとね、NG かかっちゃうからやめてくださいよ。あ、やばいんですか。一応、いや、汚いって言ってるんじゃないか、綺麗なことを綺麗でいいじゃないですか。一応、こちらの方、今後たくさん通おうと思って毎週行こうかと思ってます。泊まってくださいよ、ちゃんと。はあ、あーっていうかちょっと、大変だなと思って、はい、あれ若い人向けですよね。あと高校生の時とかにもそんな感じですよね。みんなで泊まるとこないからって言ってよく泊まってましたよ。泊まるとこないからって言ったらなんか失礼なんですけど、一応リーズナブルでみんな泊まれるっていうことでいいと思います。そうそうそう。はい、じゃあ進めていきましょう。はい、はい、沖縄観光情報メリットナオミのやさやさんテーマということで、これラジオなんて聞いてるかっていうと、今聞いてる方はいいんですけれども、これ、スマホ
ね、サイバルラジオということで、はい、FM テイということとアプリがありますね。あとリスレジ、リスラジということ、うん、そこから全国で聞けますと。あと動画配信もしてまして、ね、こちらの方 今これもう映ってますけれども、こちらの方ですね、24時間ということで、最近 YouTube も出てますから、これもどんどんつなげて、Facebook で紹介していきたいと思いますので、両方とも出ますんで、はい、でも笑顔いっぱいでちょうど向かってないと、ラジオといえども出てしまうということで、ね、結構観光業界の方もこれちょっと私がそういう関係にいたんで聞いていただいてますので、はい、あと東京の方とかメールたくさん今後も来ると思いますので、ぜひですね、宣伝も含めてということでね、はい、とりあえず頭の中天気のことでいっぱいじゃないですか。大丈夫ですか。もう全然もう大丈夫です、はい、そうですか、吹っ切れてます、はい、一応ですね、あとブログの方とかですね、あと、ウェブでも私どもの方、ご覧になることができますので http://yasa-okinawaguide.com からご覧になっていただきたいと思います。はい、はい、沖縄観光情報番組オメリンとナオミーのやさやさんテーナ、この番組は沖縄料理チヌマン、チヌマンベッテ、女サンセットモール、うまいもんやキューベ、漁業マン、海の幸昔々でおなじみチヌマングループ沖縄フードディスカウントサービス、 ABC レンタカー、 ABC 空港パーキング、 ABC 旅行センター、日本そばダイニング、上層窯でおなじみ株式会社 ABC サービスのご協賛ありがとうございます。やっぱりちょっとあれだね、一応これフリーペーパー沖縄ガイドブックやさを発行してます株式会社青葉沖縄の提供で送り、いや違う、もう時間を押してるから心配してたの違う、余計な基地の話した分でずれてる、やばいということで CM です。はい、今日なんか余裕ないですね。余裕ないって違う、今やばい、すごいマシンガントークですね。いや普段ゆっくり喋るんですけど時間がもう押してると思って、私はちょっとインスタグラム更新してるからあんま振らないでくださいよ。はい、もうショートバージョンで次の、そうですね、あとこれメールはどこで読むのこれ、メールの、いや普段ここ女の子なんですけど、はい、多分そこ通るのに僕はそこに座ると通れないと思って、はい、そうそう、あ、そういうことなんですか。そうそうそう、お気遣いで。もう次ぐらいですかね、僕の、はい、ちょこっとだけあと5分ぐらいしゃちょっと軽く短く喋るのがあります、はい、いつも流してる、一応その情報ちょっといつも記事で観光関係の情報ちょっとだけ流してるの、これはちょ、うん、ここまで消しちゃうとちょっとまずいの、軽く、はい、いいんすかドラフト触れなくて。ドラフトの話したまたそれでいいよ、ドラフトはビールだけで十分ね、っていうオチにしたらいいですよね。喋させてください。はい、そう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 、班長から追放されますよ。そんな、はい、それではここで今週の気になる記事ショートバージョンということで、ショートショートで、はい、ショートショートでいきましょう。はい、はい、まず1個目、2011年に、実はですね、県内のレンタカー会社3社が220台 EV、リーフっていう車、日産の入れたんですけれども、はい、今年1月調査したところ、なんとそれが22台に減ってるよって、10分の1です。これどうしたのって言ったら、これやっぱりクレームが多いんですって。航続距離、ちなみにアネタジア行ったら帰ってこれません、はい、150キロしかダメなんです。あれからスピード出したら余計ダメみたいです、はい、それで結局向こうで充電する場所も少ないと、うんうん、北部が少ないんですよ。だからこれでダメということで、利用者の方ね、低迷してるということで。でもちなみにそれ中古車で沖縄で売ってるんで、逆に今度個人のお客様がそれを中古車で買ってまた使ってるんで、台数全体はちょっと増えてます。ただこれ今大変なことになってますよということで、ちなみに私前言いました ABC レンタカーっていうところはテスラっていう車、350キロ走る車、それを一応入れましたということでね、一応、設備もっともっとヤンバルの方に増えないとこの EV っていうのはもう終わっちゃいますよっていう感じですね。トヨタさん頭いいから必ずハイブリッドにしてますよね。EVにして止まっちゃったら大変ということで、ガソリンも使えるってことです。うん、はい、次、はい、観光庁、今年の1月から9月の、訪日、外国人の、これ昨年対比でですね、48.8% 増ということ、すごいですね。もう約、うん、半分増えてるということで、そうそうそう、はい、それが全部で1448万8000人ということで、はい、消費額がですね 2.6 兆円ということで、一人当たりの買い物平均が75,535円。ちなみにですね、中国人が143,620円も一人頭買ってるということでね、これはダントツです。ダントツです、ね、中国人の方来ます？そうですね、多いですね。はい、そうなんですか。じゃあ、
も来ますよね、はい、中国の方とか、ね、はい、韓国の方なんかはね使っても実際6万円から7万円ぐらいだけど、やっぱり中国お金持ってる人来ますよね、人数多いから上の層がまだ来てるんですよね、はい、まだまだだと思います。はい、ちなみにですね、これあでもこれ話すともうキリがないからいいです、やめます。はい、あとですね、もっと細かいのたくさんあるんですけど今日はやめとく。はい、あと沖縄の格安スマホ、不動産会社のレキオスというところがレキオスモバイルということで、月額基本料金これ10月1日スタートなんですが1360円で、番号そのままデータが450円1ギガバイトということで、定額プランが2980円なんです。これ何が違う、 NTT ドコモの回線使ってるんですよ、だからそれと回線いいじゃないですか、あの電波状況も。そうそういいんです。でちなみにですね、あの Y モバイルってあるじゃないですか、はい、あれも安いんですけど、これはソフトバンクの回線を使ってるっていうことで、この2次ブランド3次ブランドみたいな形でうまく活用されると、あんまり電話しない人、でもたくさんしますよね電話。はい、しますね、はい、そういう人はちゃんとしたところの入ってた方がいいです。ちゃんとしたところっていうかちゃんとしてますからね、全部ちゃんとしてますね、はい、失礼いたしました。はい、ということで、もうとにかく時間が押してますので、ここで軽く1曲だけ流しましょう、はい、もう秋が近いというか夏が終わったということで、ここで1曲、井上陽水のナンバーで少年時代お送りします。これで大体追いついてきました。一応計算では16分でそれで26分、まあ多少伸びても間どんどん削りますから大丈夫なんで、はい、あ、そうですか、はい、ありがとうございます。なんなら今日大事な資料忘れちゃったんで削った方がいいですねそうなんですか、すごい詰まってますね、短い時間ね。あ、違う、普段これだけトークして押してるんだと思って、これだけのスピード、小村さんは一生懸命これ書いてるんで、私はそれを無視して喋ってるだけなんで、台本読まないっていう最低な人ですよ、こんなに詰まってるよ、初めてかもしれないですもん。あ、ごめんなさいごめんなさい、ゆっくり喋んなきゃいけないんですよちなみに僕この後読みたん一緒に行くんですけど、うん、読みたんはのんびりしてます。FM 読みたん、はい、そうです。一応宣伝はしてますから大丈夫ですよ、向こうでも。うで、この前日賀くん出て喋ってましたけど、はいはい、あ、そうですか、結構読みたん、みんなラジオ聞いてるんですよ、ね、だから僕もこの間なんか2回出させていただいて、読みたん2日連チャンで、はい、あ、いいじゃないですか読みたん。あ、読みたん今週イベントないのかな、自分のところのイベントほっといてあんまりやってたら、ね、FM 読みたんのスタッフさんも、ね、オクターバーフェスってそうなんです、来ていただいて、そうそうそう、もう結構十何人ぐらい読みたんから来ていただいて、もうすぐ助かります。そうだからももちゃんが絶対来なきゃダメだよって言ってるから、そうそうそう、ももちゃんも来てくれた、あ、ももちゃんもしてるんですね、はい、そうです、はい、まあ後でご挨拶、向こうでね、わかりました、読みたんファミリーなんですよ、はい、じゃあもう曲落としましょうか、はい、流行ない、もうじゃないとこれ多分入らなくなる、なんか、うん、し追いついたぞ削ったからよし、そんな焦りますか早いな次はゆっくり喋って大丈夫です。はい、わかりました。沖縄ガイドブックヤーサープレゼンツ、今週のゲストコーナーパート1。はい、今ゲストさんからも言われてしまいました、喋りが早いって俺もうなんかマシンガンで喋ると聞いてる方が多分辛いでしょ、演説してる方が楽しさが、はい、はい、少しゆっくり喋ります。はい、ということで104回目のゲストということで、25日今度の日曜日ですね、北谷町の美浜、北谷公園、野球場前広場で行われます世界的な秋のビール祭り、沖縄オクトーバーフェストフェスまででいいんですか。いや、フェストですね。フェストでいいですね、はい、2015ということで実行委員長、町鳥大輔さんです。こんにちは。はい、こんにちは。有名人ですよね、チャタンでは。いえいえ、全然です、もうありがとうございます。そう、私のお兄さんもよくね、ちょっとねお世話になったみたいで、ちょっとね裏情報がちょっと、はい、ということで、ゆっくり喋って大丈夫なんで、はい、もうあとは一応イベントの内容とかそこら辺もお聞きしたいと思います。はい、はい、そうですね、まずはもうとにかく日曜日の11時から、はい、18時、はい、そうです。このなんで夜、その後はその後なんですけど、ちょっとまあ、はい、第1回目というのと、はい、あとビールのイベントということで、はい、ちょっと今回は安全第一を考えさせていただくのと、あ、まあ、やっぱりこの時期はお昼間からこうねビールをちょっと、ね、飲みたいと飲むととっても気持ちいい時間帯なので、このイベントすごいんですよね。もともと世界的に、うん、はい、何、はい、ドイツではこういうイベントがあったんですか。ありますあります、ドイツのもう今でもずっとやってますけれども、はい、もうミュンヘンで、はい、もうすごい規模でやってて、おお、もう世界ナンバーワンビールイベントって感じじゃないですかね。おお、それでそれが日本でもやってますよね、少し、はい、やってますやってます。ここも日本ですけどね、先日有楽町でやってましたよ、はい、先月ですよね、はい、うん、
はい、まあ、ちょっとそれを少しアレンジさせていただきました。今回、はい、沖縄オクトーバーフェストというそういった形で、あの沖縄ならではの、まあ、どういった感じでアレンジしたのかって言いますと、はい、ですね、まあ、まずは、まあ、まあ、先ほどから聞いているように、これはあのビールのイベントなんですよね、はい、まあ、一応秋のビール祭と称させていただいていますけれども、はいはい、まずじゃあビールブースだけでも16ブース今回集まります、はいはい、ビールだけです。すごい、よくこんなに集めましたよね。いやいやいや、もう皆さんも待ち望んでいてくれて、もう話早かったです。はい、よかったですね。いやいや、はい、まあ、その種類っていうと、まあ大体50種類以上ぐらいのビールが一気に集結するという。たくさんある。すごいですね。素晴らしいです。あ、でもちゃんとオリオンも入ってるし、あと、はい、あの内地でも大手の朝日とか、はいはい、ね、あの札幌とか、はい、サントリーとかみんな入ってるんですね、はい、そうですね、はいはい、もうほとんど入っていただいて、はい、まあ、それでもあのキーワードはプレミアムビールですね。あ、はい、あのもう自分たちの掲げる、ね、一番上の位のビールを持ってきていただきたいということで、はい、この大手ビールメーカーさん4社でも多分あのよそでは飲めないような、あまり目に見ないような、あ、マスターズドリームありますよ。あ、よくご存知で。おお、マスターズドリームですよ。あのマスターズドリーム、そうだって東京のコンビニでもすぐ売り切れちゃうっていう。そうそうそう、ね、すごいやつとか、はいはい、まあ、オリオンさんでもあの今回はあの、まあ、最近あの発売しました琉球ペイレール、あー、はい、これ今回は生でちゃんと持ってきていただいて、あ、すごい、はい、だってヘリウスもいるんでしょ。あ、はい、いますよ。ヘリウスもともとエールペールエールとかそういう4種類、はいはい、青い海と空の海とかいろいろ出してたじゃないですか、はいはい、もう今ももちろんね、もうすごい大きく作られていますけども、はい、あの沖縄の今の沖縄のクラフトビールメーカーさんなんですけれども、はい、これあの今既存は6社あるんですよ、はい、全社来ます、全社集まります。ニヘレービルもいる。来ます、ニヘレービル。あら、すごいすごい。宮古島からもいらっしゃるし、石垣島からもいらっしゃいます。あとね、まあ、近くにある沖縄ブルーイングカンパニーさん、はいはいはい、こちらもね海外じみたビールでちゃんといただいて、こんなの今までなかったんじゃないですか。そうですね、第1回目です。すごい、ね、はい、それで僕ね、それだけでもすごいと思ったのに、はい、なんとあのフード、はい、これも凝ってる、はい、うん、よくぞ聞いてくれました、はい、だからなんか本当はなんか小野山公園あたりのイベントよりも、はい、みんなこっちに来たいって、はい、うちの、僕知ってる女の子、はい、みんなこっちに行こうって言ってます。ありがとうございます。あっちは毎年やってますからね、はい、こっちはもう第1回ということで、数はあっちの方があるんですけどもね、はい、だけどこれ入ってる、はい、おすすめは、あ、みんなおすすめでしょ、柿小屋がある。そうですね、これはあの那覇の桜坂柿小屋さんもありますね。お、あと何が面白そうですか、はい、この中で。いや、もうすべてね、今ここだけいましたけれども、まあ、計17店舗の方がいらっしゃるんですよ。あ、チャタンも入ってるんじゃないですか、ダブルデッカー。もちろんです、もちろんです。有名どころがたくさん、もう有名どころばっかり、もう加藤食堂さんね、炭火串焼き月と器さんだったりとかね、炭火バールグルグさんとかね、あとまあ野菜屋さんも入っていたりとか、はい、大量で屋さんの風店さんだったりとか、はい、泣き人からは清平さんとか、結構もう知る人ぞ知る、本当に揃えてますね。はい、もう本当にもう各分野の、はい、ね、それぞれに心のこもった、はい、ね、そういったものを作っていただくところしか今回は声掛けはさせていただいてません。あ、やばいやばいやばい。だからちゃんと、あ、だからじゃあ一体、あ、違うか、やばいやばいやばい、声かけてくれない。違いますね、違いますよ。あそこもここ困ってますよ。心しか込めてない気がするんだけどなとか。すごい。それであれですね、はい、一般の方の情報として、はい、このシステムというのは、はい、まずこれ誰でも入れるんですか、入場お金取られない。あ、もちろん入場は無料とさせていただいてます、はい、じゃあの野球場のところにダーっていろんなブースが入ってるんですよ、はい、はい、そうです、入り口から入って、はい、ただまあ、やっぱビールのイベントなので、はい、まあ、ちょっとオリオンビアフェストみたいな感じの、まあ、おなじみな感じなんですけれども、はい、その入り口で、年齢確認をさせていただいて、はい、で、はい、まあ、ビール購入の方に限りなんですけれども、はい、そのリストバンドっていうのをつけさせていただいて、はい、そうですね。これは20歳からで大丈夫なんですか。いや、これがですね、ちょっとこれ変わっていてですね、はい、今回ビール購入年齢は22歳以上になってます。22歳。この2歳の差はどうして、はい、いや、ですね、少しあれだ、上等感を出してる、まあ、それもあるし、少し集まってくる商品もちょっとね、大人の方が楽しめるっていうやつと、あと内容もその落ち着いた雰囲気っていうのもあるんですけれども、これちょっと面白いのが、はい、今回こう沖縄初なんですけれども、はい、当日限定でオフィシャルグラスっていうものを3種類販売しています。小村さんがすっごい楽しみにしてるやつ、はい、でもさ、これ僕思ったら1個だけ質問していいですか、はい、この大きいグラス、はい、1リッターぐらい入るのあるじゃないですか、はい、ありますよ。これ買うと、はい、結局そこに目いっぱい入れられるから、はい、ビール代も高くなるのね、はい、当然のことだから高くなるというか、たくさんの種類が飲めなくなりますよ。毎回1リッター継がれるわけでしょ。そうですね、大きいのもいいけど、それジョッキバー
持って回るのちょっとやばいかなって記念として大きいの買ってでたくさんの人に飲むようでちっちゃいの買ったらいいじゃないですか、うん、でそのちっちゃいのは後からください私に私買えないので半年ちょっと早かったですね。別にあそうですね酒飲まなきゃいいバンドがあれか目印なんですねそうそうそうグラスはいいですよこれ記念に絶対持ってた方がいいだってうん、でたくさんもうついてるんですよねなんかあのブログ見たら、はい、これ洗わなきゃいけないってえ洗わなくていいじゃないですか洗うんですか一応あそうですねあのちゃんとウォッシャーエリアを、設置していましてそれで、まあはい、何か飲んだら自分で洗っていただいて、はい、で中身だけを買いに行くというあちゃんと清潔は清潔なのね、はい、もちろんです、ね、違ういろんな味混ざっちゃうじゃないと思ってたんだけどさ、はいはいはい、まあそれもありから男同士ならとかそんな思ったんですか大丈夫ですその辺はちゃんとホスピタリティになってますしっかりやってるでこれさ、はい、イベントの仕込みもしっかりしてるあっちこっちある、はい、飲みたんも置いてあるしどこ行ってもこれある、はい、ありがとうございます、うん、そうそうそうこれは成功 しなきゃおかしい ありがとうございます、ね、今後これどん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 2回目、はい、3回目ってできたらすごくいいと思います、はいはい、もう毎年やっていきますんでそうですね、はい、でこれすいません僕、はい、お金の話しちゃいけないんですけど、はい、グラス大体いくらぐらいで買えるんですかグラスですね一応3種類あ、はいまあ、もしよければあの Facebook で、はい、あのこのアルファベット沖縄オクトーバーフェストで、上げていただきますけれどもこちらであの各自こういうあの情報だったりは、ねうん、はい搭載してますけれども、はいまあ、今言うと一番ちっちゃいやつで、はい420mm 入るやつで、1400円、まあ、記念だからねそうですねでもしっかこれでもしかしてその本部から仕入れた、はい、わざわざはいそうですもう入れてでこのちゃんとこのロゴをつけて、はい、しかもあのこれ今回安全第一を考えていますので、はい、ストラップにカラビナっていうなんか鎖みたいなのがついていて、はい、それをガシャッとこの取っ手のところにつけちゃうんですよおそれすごいじゃないですかだからもうあの飲まないときはあこうぶら下げてることもできるし、ね、はいそうですねちょっと1リッターのぶら下げたらちょっと結構やばいから、まあ、入ってる時はこう持っていただいて、はい、はいはい、まあ、僕にはちょうどいいかなみたいな感じ大きさ的にはね小さいと今度おかしい体でかいのにはい小倉さんだと普通のサイズに見えるかもしれないですねぜひぜひあのね、まあこうはい、サイズ一番大きいの、まあ、中ぐらいが、550ml 入るやつで、はいこれが1600円で販売させていただいて、はい、大きいのは、はい、一番大きいのが 1150ml 入る、はい、これが今言われてた1リッター入るやつですね、はいはい、これは2100円で販売させていただいてますので記念だもん記念ですねこれはいいよねはい絶本気で切れますよこれ、はい、あの参加者にボタンを押しました ありがとうございます3週間前からずっと言ってますもんこれはいかなきゃ嬉しいです、ね、あとちょっとだけ一部教えてもらえたら、はい、これビールってむちゃくちゃ高いですよね、はい、ですねこれもいろいろなんですけれども違う会社によってあ会社によって違います1リッター高いよね当たり前だけど、はい、そうですねまあ例えば大手さんであればだいたい1リッターだと1400円ですね、中身だけでですね、まあ、そうですよね、はいはい、だから5杯も6杯もっていうか6リッターも飲めないけど、うん、あの一応だからやっぱ記念で大きいの買ってちっちゃいの持って回るべきですよでジョッキ買わない人は普通にグラスはくれるコップみたいなのであ、はい、もちろんですあのジョッキじゃなくてももうただカップでもいいっていう方はそれだけあの販売してますので大丈夫ですよああそういう方は、はいそういうこと大丈夫なんだ、うん、ジョッキ買わなくても大丈夫ということですでも絶対記念にね僕思うんですけどボランティアスタッフとしていきましょうかな、ね、それは今からでも大丈夫ですよ、まだまだ大丈夫ですよ、はい、もう受付でじゃあ絶対盗み飲みしちゃいますからダメです、ね、絶対飲まないですからもうお酒好きで好きで、うん、10月なんて一滴も飲んでないって、はいはい、であとですね、はい、なんか音楽イベントもあるってことでライブかなんかやるんですかはい、はい、やりますよですね今回ちょっとこれも変わった形でやらせていただくんですけれども、はい、大体だったらステージがあって、はい、でそちらでなんかこうね音楽をやれるっていうのが一般的ではありますけれども、はい、今回はちょっとストリートパフォーム的な感じで お客様に近いところで楽しんでいただこうということで、ステージはありませんでいきなりこうスタンディングテーブルとかで、ね、飲まれたりしていると、はい、なんか空いてるスペースでいきなりバイオリンを弾き始めたりとか、アコーディオンがやったりとかすごいどこで何が起こるかわからないって感じですかそうなんですよサプライズ要素満載ですねはい、だいたいそういうことが、ね、1時間に1回か2回ぐらいあったりとかしていい、はい、楽器隊が更新したりやらだからこれさ、はい大野山より面白いって、ね、だからそうやってどこよりって言うから違うまたちょっとピリピリしちゃう逆に言うとちょっと駐車場があれだねここ一箇所で入るかどうかみたいな、まあ、でもあっちにも駐車場ありますからね車体、ね、はたくさんあるからいいですよ ね、はいそ、 すねまあ、それでやはりねビールのイベント飲むイベントなのでやはりバスがありますね、そう6時までだから、はい、でも代行一斉に呼ばれたら困っちゃうんだけどって感じですね、はい、そうですね、まあ、そうね交通機関はできるだけ公共の機関を使って、ねうん、来ていただければと思いますね、
はい、もうその時はそうですね、はいはいはい、あもう一つだけ、はい、あの先ほどライブなんですけれども、まあ、皆さん気になっているこの天気あると思うんですけれども、はい、今回ちょっと面白い方がいきなりあの特別参加ってことで、はい、内地からあのもう究極の晴れ女って言われている、まあ、自称なんですけれども、はい、言ってるんですけど、はい、自称私じゃないですか、はい、確かに私かもしれない、自称はいくらでもいい、東京から来たしね、はい、あのヨーデル歌手なんですけど、ヨーデル、あの、ですね、あの妖怪ウォッチ、綺麗な声で歌声で歌声なんですけれども、はい、あれで歌ってくれるあの北川さくらさんという方がいきなり飛び出参加で来ていただくなって、知ってますよ、あ知ってます、知ってます、知ってます、知ってますか、あすいません当日お楽しみですからねじゃあ僕ちゃんとネットで調べるから大丈夫いやすごい声してますよ、はい、あそういいな、だからもうイベント中身充実っていうことで、もうぜひね、これはもうね、何回も今後もやってほしいし、はい、ここでね、だってオリオンビールがさ、先週、はい、あのいつも金曜日、はい、あの今日も、はい、夕方からあのやってんのよ、はい、あの飲み放題のフェスティバル、はい、ね、だからそれに負けないで、でもオリオンもこっち参加してるんですもんね、はい、参加してますね、みんな仲間ですからね、今日、オリオン忙しいじゃない、あっちでもやってるでしょ、ね、そうですね、大変だと思う、いやでもすごいですね、晴れ女って言われてる方が来るから、うん、雨から曇りに変わってますからね、はい、もう天気が、そうなんですよ、そうそう、だからもう今降っちゃった方がいいのよ、そうですね、とりあえず、降りだめさせといてって感じ、そうそう、ちょっと大野山の人には悪いんだけど、水枯れてもらってね、晴れてください、はいはい、というわけで、はい、あの、あと言い残すことはありませんか、一応私どもはこの再放送もそうですし、はい、あとこの子の番組でも今度詳しくまたご案内しますし、はい、あと読谷でも話します、はいはい、ですからあのそこら辺はバッチリ任せて、 あと普段僕聞きたかったんですけど、はい、いろいろ、はい、お名前で、はい、呼ぶとダダダダダって、はい、あの出てくるんですけど、はい、普段は何やってる方ですか、はい、あ僕ですか、はい、そこでちょっと言った方がいいんじゃないですか、 あ、 ありがとうございます、はい、僕はですね、あの茶谷町の宮城で、はい、クラフトビアパブビアライゼっていうあの地ビールの、もともとそれ、はい、いつもそこに行くと何種類ぐらい飲めるんですか、はい、あうちはですね、日本のクラフトビール専門でやっていますけれども、はい、全部生で11種類ですね、はい、すごい、それだけでもすごいじゃないですか、そうですね、もうずっとローテーションで内容は変えていきますので、じゃあ毎回行っても飽きない、そうですね、TW ブログさんを見ていただければ分かるんですけど、前に更新よくされてて、はいはい、その日飲めるビールとかが、うん、そう書いてあります、そうそうそうです、前のパーソナリティの酔っ払いのサーヤっていうのがいまして、はいはい、それが宮城だから家ももうちょこそうそうそうちょこ行ってるみたい、はい、うちの酔っ払いのお兄様もね行ってたみたいなんですよ、はい、僕はちょっと何も言わないノーコメントってことで、そう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 今日なんか髪かっこで来てるけど普段だってバシッと締めてる時は締めてますよね、パーティーとかそういう時ね、しっかりもタイも締めて、またねイベントの時はぜひ来てくださいね、はい、あ、そうそうそう、いやイベントの時はもうね逆にちょっとちゃんとジョブカードをつけて、はい、イベント風で、はい、がね、そうですね、はい、分かりました、声かけてください、はい、ということでとにかく成功をお祈りし、あとお天気、はいはい、お祈りします、天気をちょっと晴れさすしかないんですね、はい、これは、はい、もう晴れます、晴れでしょ、大丈夫、ね、あの晴れ女さんが飛行機乗ってきたぐらいでちょっとねだんだんね、もう他のゲストさんでこうやってもう見せてもらっちゃって、はい、まあなんか協力してくれてる、ありがとうございます、ありがとうございます、もうもう協力してもらって、すいません、ありがとうございます。で今度はあれですよ、はい、お店の紹介もしますから、はい、またあのタイミング落ち着いたら遊びに来てください。はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。私の8時の番組に出て、そのままみんなを連れてっちゃえばいいですか。いいですね。誘導して、はい、そんなことまで。あの後が大変なことになっちゃいますから、一回もう、はい、はい、今日の。はい、はい、では25日の日曜日ですね、茶谷町美浜茶谷公園野球場前広場で行われる世界的な秋のビール祭り、沖縄オクトーバーフェスト2015実行委員長の町鳥大介さんでした、ありがとうございました、成功を祈ります、どうもありがとうございました、はい、成功祈りが小村さんが一番楽しみにしてるね絶対行くから、はい、ということで、ここで一曲ちょっとね、はい、じゃあ決め石ビールボーイっていうのある、今日ずっとビールの曲バック流してるんですよ、あそうなんですか、後で聞いていただくと分かります、はい、ということでこれ流しましょう、はい、ありがとうございます、はい、軽く時間がない、全部押してありがとうございました、いえどうもありがとうございます、じゃあ僕当日、はい、絶対行きますんで、ぜひぜひお待ちしてます、はい、でたくさん撮って、ね、はい、どんどん広めたいと思います、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、違う、あっといて絶対損ない、びっくりしましたで、この色男もなんかむちゃくちゃモテるみたいよということがたくさん書いてありました、書いてあったんですか、楽しいですね、怖いですね、今さや自宅にいるみたいですよ。あ、そうなんですか。今帰ってきてる。あ、そうなんですね。うん、最近ねあまり見なかったんで、まあ多分ねいろんなとこ行ってるかな。25日までいるってことだったんで。はい、おお。ねぜひぜひ。声かけてあげたら喜びますよ。ああ。ね、それはそれはちょっとね、はい。よろしくお願いします。ビール
ろしくお願いします。はい、すいません、ちょっとマシンガンで終わってしまった。あ、いや全然あ、でも内容的には要点は全部話してると思います。あ、はい、全然もう本当ありがとうございます。8時の時間もあるんで、よかったら誰か、はい、あ、連絡しとればいいですか。もし行けそうであれば、はい、あのさっきの名刺に。それはそれが30分前ぐらいに行って、そうですね、はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よろしくお願いします。お疲れ様です。頑張ってね。はい、頑張ります。はい、すみません。あ、そのまま押したったら回さないと押しちゃえば狙います。あ、回さないでいいです。はい、すいません、ありがとうございました。すいません。次のあっち行っちゃう。ここで大丈夫。あ、ここで大丈夫。はい、もう時間ないと思います。はい、やばい、イベント5分。はい、沖縄ガイドブックヤサープレゼンツ、ナオミが選んだ今週のイベントコーナーということで、今週末もイベントいっぱいなんですが、はい、7分もないな、5、6分に収録して、凝縮してだ、収録は今してるんだ凝縮して、はい、早く次のお話もしたいんで、はい、はい、まあ、早くって言ってもね、まあ、ちょろっと大きいものだけ紹介しますね。そうですね、今回これで産業祭りを言わないと、いくら 今までは僕は名前は出してますから、ね、これは、はい、これだけは一応告知ないとやばいでしょ。23、24、25日、3日間ですね、はい、と今年はグルメだけじゃロボットの試乗もできるということで、なんか沖縄の人が作ったロボットなんですよ。そうです、そうです、うん、そのいろいろありますね。会場が6つに分かれてて、沖縄県立武道館ではまあメインステージ、はい、で県立武道館と、あとは、はい、とビアガーデンとかもやってますね。オリオンビアガーデンとか、うん、でテニスコート上ではやちむんコーナーだったり、ね、うん、まあ、いろいろやってますね。いろいろやってますっていうか、25日はちょっとね、ちょっと畳の方に来ていただきたいのでね。だからできれば京都、今日雨だけど今日行ったら多分暇だから、いろいろおまけもしてくれると思いますねえ、そういうのもやめてくださいよ。ただ足元悪そう、思いっきり、うん、やばいな。で、まあね、出店も去年の約530を上回る最高数になってるみたいなので、うん、まあ、たくさん美味しいものだったり、まあ、ロボットだったりといろいろありますので。去年はさ、うん、晴れてて大成功だったの。でこのイベントがみんな儲かったって言ってた、はい、だけど2年前かなんか雨で1日潰れた日、みんなボロボロ大損って、その500店舗全部があって、まあそんなね、まあ、利益とかの話はこっちは関係ないのでね、はいはい、そう楽しめればいいですよ、はい、楽しめれば、はい、いろんな試飲屋なんかもできるんで、あんまりねこっちもそう、あのこっちは泡盛だからよ、飲酒運転バレちゃう、あ、バレちゃうって全部やっちゃいけないんだけど、今ちょっとやっちゃいけないんで、危ないやつですね。あのちょっと試飲って言ってもね、3軒4軒行くと、うん、もうやばいやばいやばい、ね、やばいです。そうそうそう、ということで、あとですね、これも結構いいですよ、はい、10月23日今日から30日までハロウィンの怖さもアメリカン、オープンゲート普天間基地のお化け屋敷が、普天間基地でやってるの。そうです、そうです、呪われた迷路。あ、これ面白いじゃない。そう、入場料はなんとね500円、沖縄の一般市民の方も入場ができるので、またじゃああれだ、免許証持ってかれたら。そうだけど、子供向けのやつは午後7時から8時、大人向けが午後8時から11時、はい、ということで、はい、まあ、そこら辺も変わってきますね。はいはい、はい、であとですね、1個これ直美さんちょっとだけ、はい、はい、三浜の方で毎年、三浜じゃない、あ、湯河フィーンだ、湯河フィーン失礼いたしました。ヤンバルの話もちょっとしないと。ヤンバルの方で2015年10月30日6時半から9時に、来週の金曜日だね、はい、ホテル湯河フィーン沖縄2階明けみおの間でやってます、はい、あそこ食事美味しいんですよ。ハロウィーンパーティーがありますね、はい、でこれが仮装大会ですかね、はい、ありまして、賞金がなんと3万円、はい、豪華商品が当たる仮装コンテスト、はい、でキッズ部門が7時半から大人部門が8時半からで、これがディスコタイム、アピールタイム、キッズゲームコーナーもたくさんあって、フリーフードコーナーもありますね。フリーフードであそこ美味しいんだよ、はい、うん、で料金が大人3500円、大学ホテルだからね、前売りですね、はい、大学生に2500円、中高生1500円、小学生1000円、はい、で4歳から5歳500円で、当日券は300円追加ということです、はい、でフリードリンクは発泡酒カクテル、ソフトリンク、他飲み放題になってるので、お安い値段でハロウィンパーティーをちょっと10月30日にありますので、ぜひぜひ皆さん、ホテル湯河フィーン沖縄名護市の、あとは宮里453-1行ってみてください、はい、でご予約お問い合わせは0980530031 0980530031です。
よろしくお願いします。はい、ということで、はい、もう時間がない。そう、はい、大きいものはまあ行きますので、まあ、ですね。じゃあね、まあ、天気によってまあイベントも、ね、中止延期とかなるので、そこら辺も皆さん注意してみてください。確認してください、ね、はい、じゃあちょこっとだけ CM 入れましょう。はい、イベントがやっぱり薄かったな。メール来てないんですか？もうメール来てないですか？メールどうやって読むの？ないんだけど見方がわからない。じゃあここで今度姉って一番上ですよ。一番上だとこうでしょ。ないよ。あ、来てるじゃないですか。あ、でもう一回送受信をしてください。はい、ダブルクリックで、これが来てると思います。はい、これ読んだら喜ぶよ、ナオミちゃん。先にどっち行きますか？うん、先にちょっとそれだけ入れましょう。いいです。はい、時刻は12時38分を回りました。で一件ですね、メールの方を読みたいと思います。読めます？遠くて。いや、読めないですね。はい、オムリーさん、ナオミさん、2人のゲストさん、もう分かんなくて、多分2人のゲストさんって入れてくれてます。私たちが今日ちょっと分かんなくしすぎましてね。はい、沖縄、東京の沖縄大好き親子さんです。はい、今日の方、東京は薄曇りです。今日は会社で聞いてます。それと今日は、電信電話記念日ということで、東京から横浜の電話を結ばれた日ということで、仕事に用のない私は13時15分で退社ということで、さあ昼飲み、沖縄オクトーバーフェスタなんて載ってますね。はい、で、いいですね。これ、八重山諸島の台風はなくなりましたね。直美ちゃんパワーかなって言ってますね。春女が定着し始めましたね。もしかしてこれこれで明後日大雨だったら恨まれるぞ。はい全力で通いますよ、はい、ビール、はい、ね。あとさすがにまだ10月の、ので、有楽町のコンベンションに最新号を置いてこれませんでしたってことで、うん、今度だから雑司ヶ谷に送らせてもらおうかな。はい、それか私は置きに行こうかなとか言って。そうですね、何言ってんの、そしたら帰ってこないでしょ、うん、一応ブログ通知で直美ちゃんの放送すっかり忘れてしまってましたって、今度こそって。おー、ありがとうございます。今日は聞きます。すみません。いや、いいんですよ、いいんですよ、はい、あ、いいんですよっていうか聞いてください、はい、今日も、楽しい楽しいお昼の、ちょっと頑張って喋りますので、ね、オムトンおじさんをいじらないようにって、本当にオムトンって書いてあるわ。失礼いたしました。オムトン定着してますね、はい、ということで、はい、ゲスト、はい、はい、沖縄ガイドブックやさから、はい、はい、沖縄ガイドブックやさプレゼンツ、今週のゲストコーナーパーツ2、大変お待たせしました。でも15分残ってます。はい、はい、喋りましょう、今日頑張りましょう。はい、はい、ということで頑張りましょうって、はい、野原さんですよ、頑張るのは。元部長はこれ野原っていうところですか？これはノバ、野原と書いてノーバルと言いますね。ノバルか、はい、そうか、沖縄はバルですもんね。はい、はい、で、ゆったりのんびり沖縄時間を満喫できる亜熱帯茶屋オーナーの坂本哲司さん、はい、でよろしいですか？はい、改めましてこんにちは。はい、こんにちは。坂本さん、え、沖縄の人？もともとは神奈川県ですね。はい、もう沖縄に来て9年ぐらい、まあ、沖縄に住んでますけど、ハマってしまったんですね。そうですね。それでお店を開いたのが5月ですよね。じゃあもう、はい、これ自分の力で作ったの？そうですね、はい、まあ、友達の大工にちょっとお願いして手伝いも入ってもらいましたけど、あ、まあ、そういう意味では、まあ、ほとんどはそうですね、手作りに近い状態で、はい、そうなんですか。もともと何やってた人なんですか？もともとはいろんなことやってますけど、はい、まあ、飲食の業界では長いです。あ、はい、じゃあもう腕に、あの料理の腕に自信はもともとあってやってるということで、はい、で、あと不思議だったのはこの名前、はい、亜熱帯茶屋ってどうして亜熱帯茶屋になったんですか？まあ、沖縄も含めてなんですけどね、はい、大きくくると亜熱帯というもう気候に入りましたね。そうです、はい、僕はもうこの亜熱帯が好きで沖縄に来てる、理由もあって、はい、まあ、亜熱帯という雰囲気のお店をね、あ、だからそのまま名前も亜熱帯茶屋って、だからかえってインパクトあります、はい、ありますよね。これはいいですよ。亜熱帯茶屋ってどんなものだろうと思って、はい、そう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 、はい、それでね、僕昨日もそうですし、まあ、うちのやさの方にもね、はい、入れていただいてるんで見たんですけど、ハンモックがあるんでしょ？はい、そうですね。僕でも乗れるの？乗れます。130キロはごめんなさい、120キロぐらいが気がする。あー、ちょっと皆さんギリギリでもないけど、ギリギリじゃない、超えてる、壊したら責任ある。ダメ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 、基準があるんですけど。だからなんか、まあ、ハンモックじゃなくても、はい、チェアの方もありますよね。あれもだから多分危ないと思って、はい、でも普通の人が座れる椅子、はい、頑丈な椅子もあるんですよね。はい、大丈夫です、ね、そう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 、僕も前さ、これ気になるなと思ってたんだけど、はい、行ってもこれは無理だなと。やっぱりね、これハンモック置いたのはどうして？
ハンモックを置いてるのは、まあ景色がまず絶景な高台にありまして、はい、でまあその景色をね、ハンモックに揺られながらのんびりと時間を費やしてもらいたいという思いで、はい、まあ、ハンモックを設置しております。お、はい、そうかそうか。これでも普通の席もたくさんあるんですよね。これ何席ぐらいなんですか、全部で。全部でだいたいですけど、40席ぐらいになりますね。40席、はい、結構大きいじゃないですか。そうですね、またお庭も。そうなんですよ、店内が約半分 で、はい、で外の席も約半分。外の雨降ってしまうとね、だいたい半分しか営業できないんですけど、まあ、でも虹には入れるよ、はい、雨の時はお客さん来ないから大丈夫。そうなんですよ。はい、そうそうそう。それでロケーション最高だって聞いてます。はい、どこが見える感じですか。まあ、本部町の、はい、まあ、綺麗な美ら海がこうオーシャンビューで広がってまして、はい、ですぐ近くの、瀬底島、はい、みんな島、それから家島と、あれ見える、はい、3つの離島が見えますね。目の前に広がってます。夕日の頃綺麗じゃないですか。はい、一年中水平線に太陽が沈んでいくのが、はい、見える場所でして、はい、もう本当に晴れた日には家島のこう風車が回ってるのとかが肉眼で見える。そんなところも見える、はい、あれじゃああれですよね。でもそのノバルっていうところは、はい、山の中ですよね。でも高いところからじゃ、ね、見えないですもんね。高いところから、まあ、普通の時にはね、見えにくい時はあるんですけど、晴れた時にはきっかりと民家の影とかも見えちゃうような感じで、はい、あ、そうですか。日によって全然見え方が変わりますけど、それがまたいいですね。はい、あれですか、美ら海水族館から車で何分ぐらいですか。約10分から15分の間で到着できる場所になります。これはずっと本部町からずっと、はい、浜本なんとかロードとかみんな通るじゃないですか、はい、途中あたり道が結構小さくてですね、はい、本当に来るまでに迷う方が大変多いんですけど、何を目安に。本部でとても有名な花人宝というピザ喫茶がありまして、はいはい、そのすぐ真横になりますね。なので車の中で他のお店を宣伝しに行ったら、じゃあ、はいはい、そっちに行っちゃったらどうするんですか。でも有名な花人宝というお店を検索してもらうと、すぐにナビで到着できるので。なんかそういう説明初めて聞いたけど、はい、それが一番分かりやすい説明になりますね、はい、そうですね、はい、なんかあれでしょう、私どもの方のウェブ見ていただいても、はい、最初に亜熱帯ジャイさん出てくるとうちのが出るんですけども、はい、そこのところ見ると地図もついてますから、それからグーグルで、はい、出してる方は場所の地点が間違えてなければ、はい、あれで行けると思います。はい、そうですね。じゃないとその隣の宣伝になっちゃう。そこは有名なお店。じゃあ逆に言うと定休日が狙い目ですね。まあそうですね。はい、またこのメニューとかもすごいこだわってて、はい、そうなんか CD のケース。そうです。CD のジャケットのような、まあ、メニューでやってますね。凝ってますね。はい、本当にね。何かこうこれ坂本さんが全部考えた。そうですね、はい、ちょっと変わったインパクトを持ちたいと思って。すごいんですよ、なんか CD のこっちの歌詞メニューとかあるじゃないですか、そこにドリンクメニューで CD がフードメニューになってるんですよ、はい、おお、そうそうそう、おしゃれですね。ありがとうございます。凝ってますね、はい、でもあれですよね、あんまりちゃんと分かってくれる人に来てほしいお店。そうですね、はい、はい、一応体重制限120キロまでの方っていうことで、まあ、130キロの方も座れる席もありますよっていう話ですね、はい、でもね、かえってこうやって僕こういうところ店舗っていうか、はい、そういうのはこだわった方がお客さんに、はい、なんだよ態度でけえなこの店って思われても、はい、それの方がこだわったお客さんが来てどんどん広げてくれるから、はい、そういう方がいいと思います、はいはい、しかもまあタコライスもちょっと私検索してみたんですけど、タコライスも変わった形してますよね。さ順番的にメニューをどんどんおすすめのとかそういう形じゃないと、タコライスってなんかもう自分で食べたいものがすぐ出てるさ。タコライスはないですよ、うちは。そうなんですか、はい、なんかまた勘違いしてんだろうな。違う、熱帯茶屋で調べました、うん、ですよ、はい、あれか、豆乳の冷麺とかのやつですね。豆乳を使った冷麺なんかありますけどね。そうですね、はい、この写真、これフレンチトースト、これ、はい、フレンチトーストと、はい、まあ、ハニートーストですね、はい、を合体させたフレンチハニートーストというのが、はい、まあ、大変人気でして。おお、はい、そうですか。これあれですか、やっぱり観光客の方っていうか地元の方も来るんじゃないですか。はい、地元の方の方が実は多いんですね。いいな、はい、
で観光客の方にもどんどんこれから宣伝してですね、まあ、頑張っていこうとしてますけど、はい、そうですね、はい、まずは地元の方に愛されたいお店としてやっておりますので、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。僕は旅行業の観点から行くと、あ、そうか、バス1台まで入るなって計算になっちゃうんですけどそういう団体客じゃなくて、はい、ですよね、はい、イメージ的にはね。だから40席あっても、はい、カップルが入ってると、はい、結局40は座れないってことね。まあそうですね、はい、うん、まあ20とか、はい、そんなもんなっちゃうってことですね。チラ海から10分ってところもいいですよね。チラ海行って寄ってっていう、それで、当然料理自分で作られてると、はい、いうことなんですが、はい、まあ、これ人気の売れ行きっていうか、はい、よくベスト3とかやってんじゃないですか、はい、調査してます？いやー、調査してないですね、ごめんなさい一応、はい、おすすめベスト3っていうのを聞いてるんですけども、はいはい、別に全部がおすすめだと思いますが、はい、特にじゃあ初めて行った方一押しっていうのは何ですか？あー、フレンチハニートスト。やっぱりさっきのがいい、はい、そうですね、大概のお客さんに受けてもらって、はい、はい、ぜひ食べていただきたい一品ですね。でもこれってスイーツの種類ですか、食事ですか？はい、食事の方で言うと、ちょっとアジアンテイストなものも意識してまして、はい、ガパオライスですとか、ガパオ、あ、はい、ガパオライス、はい、あとはヤンバルの野菜を、はい、ふんだんに使ったフォー、はい、あー、フォーね、はい、わかります。本当にアジア料理を、はい、沖縄風っていうか、そうですね、もともとそういうのも作ってたことがあるっていうことですか？はい、そうですね。自分で創作、ただ本場のものは意識してませんで、はい、あくまでも沖縄風にアレンジして、そうそうそう、まあ、皆さん来た方の口に合うような調整をこちらの方でしております。そうかそうかそうか、すごい。でこれは時間夕暮れ時まで、はい、ということなんで、はい、夏は長いけどこれからもう6時になると閉まっちゃう、そうです、感じですね夏はだいたい8時ぐらいまでやってますけど、いいですね、まあ、冬場は少し早くですね、はい、6時半とかそれぐらいで閉店の目処になりますね。これすいません、はい、地元の人行きたいんですけど、日曜日定休なんですけど、はい、実はですね、日曜日定休でやってきましたが、はい、要望がかなり多くてですね、日曜日しか来れないとかっていう方もいらっしゃるので、はい、できれば開けていきたいというところと、まあ、観光客の方も多いので、今現状は日曜日空いてます。あ、そうなんですね。はい、なのでなんかウェブか何かで調べると日曜日定休日と見た方は、はい、もう古い情報なので、はい、今は連日やってますので、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。おお、そうかそうかそうか、そりゃそうだよね、行かなきゃですよ村さん、はい、絶対に。違う、じゃないと違う、なかなかやんばる平日仕事終わってから行けないし、夕暮れ時にもうだって閉まっちゃうんだから行けないさ、普段休日がありますよ、やばい。だから休日でしょ、はい、でも休日休みって言ったらだから土曜日しか狙えなくなっちゃう、はい、だから今は日曜日空いてるので、はい、ということで晴れてる日がいいですね、外の。そうですね、晴れた日は本当に絶景でおすすめですね、はい、で個人的には午前中11時にオープンするんですが、はい、太陽が上がってきて海を照らした午前中の海の風景、それから夕暮れ時の水平線に、はい、朝もいい、はい、朝と夕暮れ時ですね、この2つをおすすめの時間帯としています。やっぱり癒しだな。外見ました、外の席すごいんですよ。あずま屋を2つ設置してまして、これ自分で作ったんでしょうか、ね、すごいですよね、はい、そうですね、これ大工さんじゃないじゃないですか、このこれは大工さんも一緒にやりましたけど、はい、上の方の屋根とかは自分でやりましたね。しかもこの時期はいいですね、ちょっと暑さも減って、だけど天気はいいし、はい、風も気持ちいい風が吹いてる時期なので、はい、絶対今は外が、クバの葉っぱの屋根を、はいはい、材料にしてましてね、すごいね、はい、これ雨の日ってどうしてるんですか？雨の日はね、ここはちょっともう雨が漏れてきちゃうので、それはしょうがないですね、今日みたいな日はちょっとお貸しできない状況になるんですけど、だから夏は逆に言うと木陰にもなってちょうどいいってことね、はい、これあとハンモックはどこにぶら下がってるんですか？ハンモックは至るところですね、この東屋にもハンモックがありますし、あと縁側にもテラス席があるんですけど、そこにはチェアハンモックといって、まあ、椅子のタイプのね、こうぶら下がるハンモック、これぶら下がれる、はい、だったり、あ、そうか、店内至るところにハンモックを設置してます。1個ブログで上げてるの見て、はい、ちょうどなんかあれなんでこれ部屋なのに何これと思ってたのよあるのね、はい、そういうのが、まあ、ハンモックじゃなくてね、普通の椅子もありますので、はい、まあ、そちらに座って召し上がることもできるし、それは僕に言ってることね、はい、で壊されちゃたまんないもんね今まで作ったのにな、これ、はい、ハンモックの方でぶら下がってゆっくりと時間過ごしてもらう、はい、こともできますので、お、はい、あとヤドカリパークって書いてあるけど、よくこんなの作ったんですか？そうですね、ヤドカリがいる、ヤドカリがいます、はい、これ趣味でしょ？そうです、まあ、子供さんとかに喜んでもらえたらと思って、
はい、いいですね、まあ、そしたら子供は飽きないですもんね。その間ゆっくりお母さんご飯食べてる、海のない地域から来る方もたくさんいらっしゃるので、はいはい、そういった方のために、まあ、近くでねこう宿刈りなんかを眺めながらお茶できる空間を提供したいと思って。ちゃんとコンセプトがしっかりしてる。あ、そうですか。絶対沖縄の人には作れないものですからね、うん、沖縄にいすぎる人はやっぱ。いや、そんなことはないと思いますけど。いやでもなんかね、はい、あ、直美ちゃん言ったのあれか、沖縄ラー油の豆乳、あ、そう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 、豆乳冷麺だ、はい、そう豆乳冷麺、これうまそう、はい、豆乳ですよ。でヘルシー、多分ラー油を使ってちょっとピリ辛なんですけどね、はい、あの、とっても体にはヘルシーですね、はい、これ食べたら痩せますよね。そうですね、太りはしないですね。はい、それで120キロになってハンモックに乗る。そうか、目標だな。あのでも1年かかんな、俺あと7キロ、うん、まあ、ハンモックもそうですね、大きいサイズのものを入れればね、重たい人が乗っても大丈夫なんですけど、外人さんも結構いるんで、はい、もうちょっと今度は130までそんなにないですよ、村さん。今後の課題として考えていかなきゃいけないですね。時間作って、はい、ぜひ、130キロ耐えられる、はい、どうせって140キロぐらいまでっていうか、そういうやつはもっと痩せろっていうさ、そっちが先だっていうの。村さん、あ、ということで、え、モアイ像みたいのがある、これ、これ別、これはまあすやすや寝ちゃっても構わないですよっていうポーズですね。あ、そうですか、はい、もうゆっくり寝てくつろいでくださいっていう思いで置いた像です。本当にでもこれ亜熱帯のいろんなもの、はい、そうですね、これコレクション集めてくるのも大変だったでしょ、まあ、これバリとかタイとかいろんな要素を取り入れて、はいはい、まあ、ちょっと変わった異国な感じを、ね、こう出して沖縄の自然と調和させた、アジアンテイストと、アジアンチックと、はい、それとこのチャンプルで、はい、そうですね、いろんなチャンプルで、だから亜熱帯ジャイアさんということで、はい、ちょっと初めて味わう空間になると思います。ということですね、はいはい、もっと詳しいことはFM 読谷さんでもまたこの後、はい、お話ししていただきます。そうですね、はいはい、ということでごめんなさい、もう時間が来てしまいました、はい、ちょっと前半今日はちょっと短くて申し訳ないんですが、はい、こちら、はい、説明してください。はい、第104回目のゲストがパート1が先ほどですね、はい、町鳥さん、オクトーバーフェストの町鳥さん、はい、ゲストコのパート2が亜熱帯ジャイアの大野坂本哲司さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、沖縄観光情報をムリンとナオミのやさやさアンテナ。この番組はチネマングループ沖縄フードディスカウントサービス、 ABC レンタカー、空港パーキング、旅行センター、日本そばダイニング、上層釜でおなじみ株式会社 ABC サービスのご協賛ありがとうございます。フリーペーパー沖縄ガイドブックやさを発行しております株式会社青葉沖縄の提供でお送りいたしました。夜8時のハッピーフラもよろしくということで、まだまだまだちょっとぜひ元部でも、はい、でも同じね元部ダメなのよ、70、あ、まあいいや、79.2 が一緒なの、うん、ということでユーストリームで来てください、はい、よろしくお願いします、はい、では皆様良い週末を。 See you next week. バイバイ。バイバイ。ここ手振ってください、最後。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。今度はあれですよ、読谷はワンコーナー全部、はい、そこに入るんで、はい、そうなんですか。これね、ネタがさっき切れそうだったから、もうちょっといろいろ聞いて、はい、ね、勉強した方がいいと思います、はいはい、フレンチトースト食べたい。そうそうそう、結構、そうかそうか、日曜日やっぱりやるね。そうですね、本当は日曜日が一番忙しくて。あ、そうなんですね、はい、っていうか、自分で休もうと思ったでしょ。やっぱり、こんなのは